ファウストはドイツの伝説における主要な登場人物である。彼は学者としてかなり成功したが、自分の人生に満足しておらず、そのために悪魔と名訳して、自身の魂と引き換えに果てしない知識と現世での幸福を得た。ファウスト伝説は長い時間を通して再解釈され、多くの文学、美術、映画、音楽作品の題材とされてきた。 ファウストやファウスト的という語句は野心的な人物が力を得て一定期間の成功のために倫理的な無欠さを手放すという状況を暗示するのにも使われる。初期の書物、あるいはそこから派生したバラッドや演劇、映画、人形劇のファウストはファウストが神に関する知識よりも人間を愛したという理由で取り返しがつかないほど呪われた。奴は ドアの裏やベンチの下に聖書を置き、そして、神学者と呼ばれるのを拒み、医学者と称されるのを好むのだ。この伝説を漠然と題材にした演劇や滑稽な人形劇は、16世紀を通してドイツで人気を誇ったが、それらでは、ファウストやメフィストフェレスを低俗な楽しみの象徴へと貶とめていた。この伝説は、古典的に取り扱ったクリストファー・マーローの儀曲。 ホースタス博士によりイングランドで広まった。200年後ゲーテが再編したファウストでは、ファウストは自分の人生に現世の飲食以上のものを求めた不満足な知識人となった。ファウストは学者としての自身の人生に退屈し、落胆していた。自殺を試みた後、悪魔にさらなる知識とこの世のあらゆる喜びと知恵を欲しいままにできる魔法の力を、 求めた。それに応えて悪魔の代理であるメフィストフェレスが現れた。彼はファウストと取引を交わした。すなわち、メフィストフェレスはファウストに自身の魔力を一定年与える。しかし、期限が切れるとき悪魔はファウストの魂を求め、結果ファウストは永遠に地獄に落ちる、というものだ。 初期の作品では大抵この契約の期間は24年から1日の1時間に月1年と規定されていた。この契約の期間中、ファウストはメフィストフェレスを様々なことに利用する。多くのバージョンで、特にゲーテの儀曲で、メフィストフェレスはファウストが大抵グレートヒエンという名の美しく純粋な少女を誘惑する手伝いをするが、その少女の人生は、 究極的にめちゃくちゃになる。しかし、グレートヒエンの純粋さは、最後に、彼女を救い、天国へ召される。ゲーテの番では、ファウストは、彼の絶え間ない努力と、永遠の女性たる、グレートヒエンの神への弁解との結果、神の恩寵により救われる。しかし、初期の作品において、ファウストは、取り返しがつかないほど堕落した。 彼は自身の罪が許され得ないことを悟り、契約の期限が切れるとき、悪魔が彼を地獄へと連れ去られる。パンとアルドオフスキーと悪魔。ミハウ・エルホワイロ・アンドリアリーヒツ。シモン・マグスの生涯は多くの面でクリストファー・マーローやヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテのファウスト伝説に影響を与えた。ハンス・ヨナスによると、マーローとゲーテの戯曲のファンのうち、その主人公が グノーシス主義者の子孫であること、彼の術により呼び出された美女ヘレンが、かつての堕落した神の思考で、人類により救済されるべき存在だったことに、うすうす気づいている人は、ほとんどいないという。ファウストの物語は、13世紀に、聖母奇跡物語の、筆者ゴーチェドコアン氏が書いた、テオフィラス伝説に多く類似点を持つ。つまり、徳高い人物が、地獄の支配者と取引するが、 聖母、マリアの慈悲を受け、社会への責務を果たすことで救われる。彼が悪魔に服従する場面の描写は、ノートルダム大聖堂の北側のティンパルムに再現されている。パンとワルドオフスキーというナノポーランドの伝承における登場人物はファウストに似ており、これらの伝説はほぼ同時期にできたと考えられる。この二つの話がどこで、 共通の起源を持つかまたは影響し合ったかは明確ではない。進学者のフィリップ・メラン・ヒトンによると歴史上のヨハン・ファウストはクラクフ大学で学んでいたとされる。ファウストの名や性格の起源ははっきりしていないがヨハン・グーテンベルクの共同経営者ヨハン・フーストと伝説上のファウストを結びつける資料はいくつかある。また、フーストはファウスト伝説のいくつか ある起源の一つとも言われている。ビュルテンブルクの国と林園出身と考えられる、呪術師かつ錬金術師のヨハン・ファウスト博士をファウストの原型と信じる人もいる。彼はハイデルベルク大学から1509年進学の学位を得た。フランク・バロンやレオ・リック・ビーなどの学者は従来の家庭に異議を唱えている。 ファウスト伝説の資料として活字化されている最初のものはイストリア・フォン・ディ・ヨハン・フーストンというタイトルのチャップブックである。この本は16世紀を通して再編集、借用され、その時期の似た本は以下のものがある。1725年のチャップブックは広く普及し、ゲーテ少年にも読まれた。男と悪魔の契約について、同種の本には義曲マリケン。 バンニー・メイガンや、セナダ・キサス、キャスリーン・伯爵夫人などがある。ドイツの南西端の都市、シュタウフェンは1540年に、ファウストが死んだ土地である、と主張している。とある建物の描写が見える、などの理由からである。この伝承に対する、歴史的資料は、ファウストが死んだとされる年の25年後、1565年前後に、 書かれたクローニックではグラフン・フォン・ジマーンにおける描写だけである。この記録は一般的に信頼できると考えられており、16世紀にはシュタウフェン教と隣接するドナウエッシ神玄のジマーン伯爵との親しいつながりが残っていた。クリストファー・マーローのオリジナル版では、ファウストが学んだビッテンベルクはウェルテンベルクとして書かれている。彼が話の舞台としているその場所は、 ビュルテンベルク公国だと主張している学者もいれば、マーロー自身の住んだケンブリッジを暗示していると主張している学者もいる。ビュルテンベルクの所在地として最も支持を集めるに足るであろう説は、ビュルテンベルク公国の歴史的首都で、現在のシュトットガルトである。初期のファウストのチャップブックは、ドイツ北部で普及し、イングランドへ渡った。そこで、1592年に、 イーーゲンとなる人物によるザイストリエ・オブ・ザ・バナブル・ライフリザーベド・デス・オブ・ドクトル・ヨーン・フースタスという英訳版が出版された。クリストファー・マーローはより野心的な儀曲、ホースタス博士の元としてこの作品を用いた。マーローは同時に、ジョン・フォックスの準教者列伝からも、教皇ハドリアヌス六世と対抗者とのやりとりを借用した。ハリー・クラークによるゲーテー版。 ファウストのサシエさんマリーナのハンチントン図書館にあるマーロー、ファウスタス博士の主公この伝説についてのもう一つの重要な版はドイツ人の著者ヨハン・ボルガング・フォン・ゲーテによる儀曲ファウストである。より初期の伝説に近い第一部は1808年に、第二部はゲーテの死後1832年に出版された。ゲーテのファウストは 元々の伝説が示す単純なキリスト教的、道徳観を複雑に表現した。戯曲と講義の詩文との融合体である二部編成の、このクローゼットドラマは、ある種の助辞詩である。キリスト教や中世、古代ローマ、東洋を参考にし、古代ギリシア、哲学、そして文学などをひとまとめにした。ゲーテは、自身による伝説を構成し改善するために、 継続的にではないが60年以上もの時間をかけた。彼の死後出版された最終版はドイツ文学における偉業と認識されている。この物語は人生の本質を求めたファウストの運命に焦点を当てている。自らの知識、力、人生の喜びに限界があることに気づいて挫折していた彼はメフィストフェネスを代理とする悪魔の誘惑に引きつけられた。 ファウストが将来にひどく無気力になっていることを知った悪魔はファウストが自身の人生に満足できるかどうか賭けをした。ファウストは幸福の絶頂が訪れることは決してないと信じていた。この点はゲーテのものとマーローのものとの重要な違いである。つまり、ファウストは賭けを提案する人物でないということだ。第一部でメフィストフェレスがファウストを導き、 純粋な少女グレートヒエンとの欲望に満ちた関係の最高峰を経験させた。グレートヒエンと彼女の家族はメフィストフェネスの作望とファウストの欲望によりめちゃくちゃにされてしまった。第一部はファウストの悲劇で終わる。グレートヒエンは天の救いを得るが恥じ入り悲観に身を任せた。第二部は大地の精霊がファウストを許すところで始まり偶意的な死へと続く。 ファウストとメフィストフェレスは、政治家や古代の神の国に干渉しながら通り過ぎ、美の化身たるトロイのヘレンと出会う。戦争や自然の脅威を手名付けることに成功したファウストは、至福の瞬間を味わった。メフィストフェレスは、幸福を感じたファウストが死ぬ時にその魂を奪おうとするが、神の加護により、天使が邪魔をしたため、失敗しひどく起こることとなった。 この過護は真の意味で無償なものでファウストがメフィストフェレスと犯した罪が許されたわけではなかったが天使が言うにはこの施しはファウストの絶えなき努力と寛大なグレートヒエンの取りなしによるものということになる。最後のシーンでファウストの魂は聖母マリア、偉大なる母、女王、永久に親切な女神、 永遠の女性の取りなしにより神のおわします天国へ召し上げられた。従って、女神はファウストの死の際、彼が永遠の虚無に囚われたと主張したメフィストフェレスに勝利したことになる。ゲーテ版、ファウストは純粋に古典的作品だ。しかし、その考えは歴史的なものであるため、知り得る時代において、それぞれのファウストが存在するのだ。セーキルケゴール著 あれか、これか、イミディエイトステージズ・オブ・ザイロティック・ファウストの話は、ミハイル・ブルガコフの最も有名な小説、巨匠とマルガリータの元ともなった。マルガリータはグレート・ヒエンを、巨匠はファウストを元にしている。他に、ボランドや、ミハイル・アレクサンドロビッチ・ベルリオーズなどの登場人物がいる。トーマス・マンが1947年に表した。 ファウストス博士一友人によって語られるドイツの作曲家アドリアン・レーバー・キューンの生涯はファウスト伝説を20世紀の文脈に当てはめ架空の作曲家アドリアン・レーバー・キューンの人生を通して20世紀のドイツ及びヨーロッパの歴史を象徴した売春宿を訪れ梅毒にかかった天才的な作曲家レーバー・キューンはメフィストフェレス的な登場人物と 24年間の作曲家としての輝かしい成功の日々を得るための契約をする。彼は肉体的な病が彼の体を蝕んでも国際的絶賛にかなうますます美しい作品を作った。彼の最後の傑作、ファウストゥス博士の嘆きが完成した時、以前結んだ契約のことを告白する。今や狂気と梅毒が彼を圧倒し、九百四十年、 最終的に彼が死ぬまでゆっくりと犯されていった。レイバー・キューンの霊的、精神的、肉体的な崩壊と堕落はドイツでナチスが台頭した自分に起こり、レイバー・キューンの運命はドイツの精神を示している。スティーブン・ビンセント・ベネットの短編、悪魔の金はワシントン・アービング長の短編、悪魔とトム・ウォーカーによるファウスト伝説を再構成した。 ベネット版の物語は、ニューハンプシャーの農作人、ジャベス・ストーンを中心としている。彼は終わりない不運に苦しんでおり、スクラッチ師と名乗る悪魔の接触を受ける。その悪魔は、魂と引き換えに、彼に7年間の繁栄を提案する。最後には、実在の有名な法律家であり、雄弁家であるダニエル・ウェブスターが、小説に登場し、地獄行きを決める。 裁判官と陪審員たちの前でジャベスストームを守ったので彼は訴訟に勝利した。古典的作品、吸血鬼のスフェラトゥの映画監督海 W ・ムルナウは1926年に公開された無声映画ファウストを撮影した。ムルナウの映画は当時まだ珍しかった特殊効果を有名にし、その多くのシーンは今日未だ印象的である。あるシーンでは メフィストフェレスがある街の上にそびえ立ち、黒い翼を風になびかせると、カエルが薬病をまき散らした。またあるシーンでは、ファウストがメフィストフェレスと共に空を飛び、それに合わせて、カメラが雪山や崖、滝などの風景に急降下していくように撮られた。この物語では、ファウストは老いた学者で、薬病にかかった人々に対して無力な自分に、憤っている、錬金術師だった。 彼が召喚したメフィストフェレスは、その1日何の代償もなしに力を試してよい、と言って、ファウストを説得し、契約を結んだ。その日の最後に、ファウストは、若さを取り戻し、メフィストフェレスの助けを借りて、結婚披露宴中の美しい女性をさらった。それで、ファウストは、十分に契約を永遠に延長することに同意する、気になった。結局、彼は、 協楽を追求することに退屈して家へ帰り、そこで美しく純粋な女性グレート編に恋をした。ファウストの堕落は彼ら二人の生活をついにはめちゃくちゃにしたが、まだ最後の救済のチャンスは残されていた。悪魔の魂を撃った男の昔話を題材とするメフィストフェレスと天使がファウストの魂が地獄に落ちるか賭けをするメフィストフェレスが薬病を ファウストの住む小さな町に広める、その治療法を見つけられないため神や天使、科学などと縁を切り、メフィストフェネスを選ぶファウストの天末などの点で、ゲーテのファウストと似ている。ルネクレール監督、1950年公開の映画で、ある。ミシェル・シュモンがメフィストフェネストロ博士ファウストを一人に役で演じ、ジェラール・フィリップがファウストの変身する若者を演じた。 メキシコのコメディアンチェスピリートはこの伝説を題材に、した短編でファウストを演じ、ラモンバルデスがメフィストフェレスを演じた。この版では、メフィストフェレスがファウストに、馬上無に似ている、チリン・チリアンという物体を与えた。これにより、物や人を出現、消滅させたり、若さや、老いまで獲得、喪失したりでき、対象の名の後にチリン、または、 チリアンという言葉を言うことで使用する。これを知ったファウストは契約書にサインすることで自身の魂を売り渡した。ファウストは若さを取り戻した後魔力を使って助手でフロリンザメサ演じるマルガリータの心を手に入れようとした。しかし幾度かの失敗と滑稽な試行錯誤の後、ファウストは彼女にすでにボーイフレンドがいることを知り、 自分の魂を無駄に売ってしまったと気づく。ここで、メフィストフェレスは、サインされた契約書を証拠に、ファウストの魂を地獄へ落とすために戻ってきた。ファウストは、ジリン・チリアンを使って契約書を消滅させ、メフィストフェレスは泣き叫んだ。ファウスト伝説は、大きく三つのオペラの元となった。ファウスト伝説は、音楽の他の分野も刺激してきた。ありがとうございます。